少女、七浦上小少女バレーボールチームの皆さんでした。アクアフェアリーズが取りました。
それでじゃあこの間言わした通りセットカウント3対1もともと開催が黒部の体育館じゃないってことで秘密だったと思うんですけど、そういう大変な中でこう黒部の会場を多分取ってくれるのが多分大変だったと思うんですけど、本当運営の方々に感謝して、まず黒部の体育館でバレーボールができてる嬉しさがすごいありました。そして PFU ブルーキャッツさんもね、石川県のチーム、この北陸のチームということで、かなり大変な中で今日この大会ね、お越しいただいたと思うんですが、どうでしょう、何かこの後この1月、そして2月に入って、この大会迎えるにあたって何かこう、心の中、気持ちの中で、心境の変化ですとか何かそういったものはあったんでしょうか。まあ、選手によっては本当に眠れなくなっちゃう選手とかメンタル的に来てしまった選手もいながらも、まあ試合にはやっぱコートに立つって決めたからには全員で勝つという思いを一つにしてコートに立ってまあ戦ってきたんですけど、なかなかそれが勝利につなげることができなかったんですけど、やっぱ今日みたいにこう粘りのある全員バレーでできたっていうのはやっぱりこういう状況下で応援来てくれてるファンの皆さんに勇気や元気を与えられたんじゃないかなと思って嬉しく思ってます。ありがとうございます。さあそれでは最後にね、このようにたくさんの方が詰めかけてきてくれます頑張ろう北陸というね、あそこにバナーもかかっています。ではこの頑張ろう北陸で頑張ってる、皆さんに向けて、バレーボールファンの方に向けて最後に力強いメッセージを、頂戴したいと思います。お願いします。はい、本当に今日はたくさんの応援ありがとうございました。やっぱ黒部さんと PFU こう北陸の代表チームだと思うんで、こうやって一緒に北陸を盛り上げられていることがまず嬉しく思います。まあ、私たちができることは微力かもしれないんですけど、コート上でやっぱり皆さんに元気や勇気を与えて少しでも笑顔になってもらえるようにこれからも残りのシーズン頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。改めて VOM を獲得されました細沼彩選手に大きな拍手をお送りください。